はい、こんにちは。チューバサダーズです。昨年の年末にクラウドファンディングで支援をいただきました、チューバサダーズファーストアルバムアドベンチャー、ついに完成しました！イエーイ！はい、改めてこのアルバムはもう日本で初めてこのチューバ四重奏だけによるアルバムで、多数のオリジナル移植作品の初演、初収録を含むものとなりました。曲名ですが、ダイブトゥーザジャングル、ドクタージキル&ミスターハイド、リ・エンカウンター、イグニッション、4曲のも完全新作が収録されております。はい、そして、去年のツアーでも大好評だった七夕、スイート・フォー・チューバサダーズ・アドベンチャー、そして、T スクエアの宝島。ね、もうめちゃくちゃかっこいい曲が新しい4曲作っていただいたので、はい、ちょっともうね、もうちょっとだけ公開しちゃいたいなっていうことでね。そうですね。もう本当にこの動画がもう最初の最初、うん、ちょっと30秒ずつ聞いてみましょう。ということで、まず石川亮太さんのダイブトゥザジャングル。ジャングルですね。ジャングルですね。開幕からもうね、もうバッチバチのね。金と金でね、ここまでね。いやー、かっこいい曲ですよね、これね、はい。マジで。もう絶対1曲目だろうっていう。うん、なんかキャッチだけど、うん、なんか、あ、もうそういう曲ね、なるほどって分かりやすかったようで、うん、よく見たら、すっごい複雑だね。この組み合わせすごい。おしゃれで、うん。こんなにおしゃれな和音をこの楽器で作れるんだっていうのが、まあ、前編を通して、すごい楽しい曲ですね。じゃあ2曲目、はい、では続いて、高橋博樹さん作曲、ドクタージキル&ミスターハイド。聞いてー、楽譜できましたって、はい、参考で右もらった時にもう不満とかやっばーやっばかっこよっ題名がその時期の博士とハイド氏っていうのをなんかちょっと表すように、まあすごくなんか二面性のある作りみたいな感じで、もう後半またガラッとガラッと感じです。もうそこがめっちゃかっこいい曲だよ、はい、いやかっこいいですねメトロノームを使うっていう、あの、指定が書いてあって、レコーディングもちゃんとメトロノーム買って、生の、あの、そう、生のやつ、あの、アナログで撮ってるので、ぜひちょっと、そこにも期待しておいてください。で、お次は、鈴木陽子さんの新曲、その1、リ・エンカウンター。もう終わりですか。僕この曲かなり好きで、うん、あの多分ここまでと聞いてるとなんか結構可愛い感じのね、なんか曲に感じるんじゃないかなと思うんですけど、トリッキーというか、うん、このメロディーなんだけど、あ、そのパートからそのパートにこういくのかみたいな、なんかパズルみたいな、なんかそういうやつがあって、もう撮っててすっごいなんかあのエモかった、なんか完成した時には、うん、なんかあの葬式で流してって言ってましたこれはもう めっちゃもうなんかほんとベースって感じ の曲でもうすごい4番のなんか存在感すごくって、ね、美味しいですね、はい、これまで流した曲とはちょっとまたほんと全然違う毛色で、やっぱほんとなんかこのベース感みたいなやつが結構録音の時はうまく撮らせてもらえて、いやこれいい雰囲気ですよね。あと僕のアドリブソロが出てきます、はい西部くんがハイトーンを吹く。アドリブソロあれめちゃくちゃいいですね。いやちめちゃくちゃ好きよ、この曲。で、鈴木さんに、この度書いてもらったもう一曲。はい。イグニッション。はい。はい
ここまでか。彼女天才じゃないですか。天才すぎる。本当に同じ人物からこの2曲。いやー、マジで天才なんだよな。本当に。この冒頭の雰囲気聞いたとき、鳥肌立ったもん、一番最初聞いたとき。世界観を作るのはすごい上手い。本当に、ベタ褒め。めっちゃ好き、これ。これで4曲聞いた感じですけど、うん、新曲は。この内部で作った曲じゃなくて、やっぱお願いして書いてもらった曲で、うん、本当に初めましてからスタートした作曲家さんもいるんですけど、うん、やっぱすごくこの、やっぱフォーチューバサダーズっていうのを、はいはいはい、この解像度の高さみたいなの、いや本当に本当にすごいな、やっぱプロの作曲家はっていうふうに、僕らのチャンネルの動画ほぼほぼ全部見ていただいて、石川さんなんて一人一人の性格までなんか分析して分析していらっしゃってましたから、ね、この4曲に酒井至さんの傑作吹奏楽作品七夕を西部がアレンジした。でこちらも去年のツアーで本当に大好評で、僕たちもすごいやっぱ本当にこれいい曲だなというふうに思って収録しました。タブを上げたか、うん、チャンネルでも動画で公開してますが、もちろんこのために少しずつちょっと変えて ね見直して、この日また改めて録音したっていうものが収録されてます。吹奏楽部のアレンジね、チャンネルでいろいろやってきたけど、やっぱこれ一番好きですね。一番なんか何もかもがいい、うん、本当に。そしてもう僕たちのテーマソングとも言えるこのアルバムのタイトル、スイートフォーチューバサダーズアドベンチャー全3楽章。本当に全部始めてくれたって感じですよね。いや本当に。でこのアドベンチャーの2楽章に関しては、当日撮ってそのまま高級な録音機材を通ったツーアウトのやつだけを使ってるので、他の曲は後でミックスっていう作業を通してリバーブとか調整してるんですけど、もう2楽章だけはもう撮ったまんま一発みたいな音源になってるので、なんか奇跡のテイクみたいな感じです。で3楽章はこのために書き下ろされた新しいアドリブソロが。あ、そうですね。アドリブとは言えないけど。ね、やっぱ、いやーん。その日考えたんだもん。まあ、てな感じで、まあ、ちょっと公開済みの動画とは違うサプライズもあるということで。で、最後に一曲、T スクエアさんの宝島を、もう本当、なんか吹奏楽版の有名なアレンジではなくて、もう本当に本家のちょっと T スクエア感あるのに、もう、何回もブラッシュアップしてね、作ったアレンジっていうのが最後に入ってます。まあ僕的には冒険終わって宝島にたどり着いた感があっていいんですけどね。わジャングル入って、二重人格のやつがあって、でなんか再会して友達と誰かと再会して、だからそこでまあ火起こしもう一回なんかこう火起こしてみると、まあ火起こしして、まあ夜が来るわけじゃないですか。そしたら星が見えて、まあ七夕で、でその後に
最後のアドベンチャーして、あの、宝島にたどり着くと。素晴らしい。買ってもらえると、もっとちゃんとしたあのコメントがぶっかけた。今考えたみたいな。あの、16ページあって読み応え抜群ですので、はい、あの、もう16ページってもうほとんど限界なんですよ。あの、厚み的に。あの、一人一人のコメントみたいなのもあったりして、結構読み応え抜群のものになってますので、お楽しみに。一般的なクラシックのアルバムってコンサートホールとかで撮ったりするんですけど、今回のアルバムはスタジオで録音してます。まあいわゆるその商業音楽とか、皆さんがよくあの J-POP のチャートランキングの1位とか2位で聞くようなメジャーなあのアーティストが撮るようなものと本当に同格のスタジオでレコーディングしてるので、チューバの音をもう可能な限り上限マックスでいい音で届けられる設備で録音しました。で、録音のスタイルも、チューバサダーズ普段の録音っていうのは一本一本撮って後でミックスとかしてるんですけど、あの、アンサンブル感をより強く、お伝えするために、4人同時に演奏して、それを、レコーディングしてるので、もう誰もミスれない状況で、後で修正とか聞かない状態で4人でやってたので、まあ、かなりの、熱量を持ってレコーディングした1枚になってます。はい。そして、こうして誕生した、新曲を含む、大量のチューバ四重奏オリジナル作品、まだ世界で僕たちしか演奏できない、したことのないこの曲を、もう生で聴いてもらうべく、全国ツアーを開催します。イエーイ！今回行くのが、9都市で10公演、6月14日、これが本当に世界初演ってことになりますね。6月14日、東京。6月21日、宮城、仙台、6月22、福島のいわき、6月28、千葉県、6月29日、神奈川県、7月5日、広島県、福山です。7月の7日、兵庫、新神戸の、駅の近くですね。7月の8日、大阪、これ堺で行います。7月9日、名古屋ドルチェですね。7月12日、こちらが千秋楽で五反田文化センターで行います。こちら東京です。で、実は今年から指定席っていうのを設けておりまして、神奈川と大阪と東京、千秋楽の東京で7月12日の方、こちらの3公演は指定席なので、いい席は早めに売り切れてしまいます。ぜひお早めに、席お取りになってください。で、改めて、プログラムは、今日、この動画で紹介した、収録作品全部実演。で、チューバサダーズらしい、皆さんご存知の何かっていう曲も、いろいろ挟んでのプログラムでやっていこうと思います。こちらのチケットは、私たちのホームページに特設ページを用意しておりますので、そちらから、行きたい公演をポチッとしていただいて、購入することができます。概要欄に、そのページ貼っておきますので、ぜひご覧ください。で、改めて CD は、まあ、ベースの方で、で、まあ、チケットはテケットっていうふうになりますけど、まあ、僕たちのホームページのもう特設サイトに見に来てくれれば、もう全部まとまってわかりやすいかなと思いますので、そちらをチェックしてください。今回しか聞けない特別なプログラム、お見逃しなく。たくさんのご来場お待ちしております。お待ちしております。お待ちしております。チューバサダーズ公式 LINE やってます、今無料登録でスケール全長マウスピース図鑑運指標限定動画に僕たちのメンバープロフィールの5大特典をプレゼント。詳細は概要欄の URL から。登録お待ちしてます。